いらっしゃい。お姉ちゃん、部長は私の次のイベントのためにいろいろ頑張ってくれてるんだから、あんまりホイホイ呼び出さないでよね。あら、愛ちゃんが部長さんをしょっちゅう家に呼んでるのを知ってるのよ。もうお店でも顔を覚えられてるって聞いたんだから。やだ、なんで知ってるの。愛ちゃんもあなたも二人とも頑張ってるのよね。愛ちゃんたらあなたに悩んでる歌詞のことでいいアドバイスもらったってすごく喜んでたのよ。もうお姉ちゃんってば、そういうこと言わないでよ。本当のことなのにな。あ、やだ、二人に出そうと思ってたジュースがないわ。ごめんなさいね、ちょっと買ってくるから。あ、私が買ってくるよ。お姉ちゃん、用事があって部長のこと呼んだんでしょ。うん、そうみたい。じゃあ二人で話しててよ。いいのいいの、お姉ちゃんの話聞いてあげて。じゃあお姉ちゃん、よろしく。ありがとう、ハイちゃん。バタバタしちゃってごめんね。そんなことないよ、あの子あれで喜んでるから。それであなたに来てもらった理由なんだけど、大事な話があったからなの。ううん、相談事かな。実は私ね、愛友グループの管理人をしてるの。そうなの、最初は普通にグループに入ったんだけど、グループを作った人に一緒にまとめ役をしてほしいって言われちゃって、だから正確には副管理人ってとこかな。それでここから本題なんだけど、次のイベントでは相手のみんなで愛ちゃんのことびっくりさせちゃおうってこっそり相談してるのよ。でも具体的にどうしたらいいのか迷っちゃって。あの子、いつも周りのために何かしたいって考えている子だから。私のこともね、ずっと昔から気にかけてくれてるの。私はもともとあまり体が丈夫な方じゃなくて、近所の子と外で遊ぶことが少なかったのよね。そんな私を見つけて話しかけてくれたのが愛ちゃん。それからずっと姉妹みたいな関係なのよ。私が寝込むとしょっちゅう来て、どんな楽しいことがあったのかを話してくれたの。そんな愛ちゃんがいてくれたから、私も寂しい思いをしないで済んだのよね。そんなあの子がスクールアイドルになるって言って、毎日本当に楽しそうで、きっと愛ちゃんのステージを見た人も私みたいに元気をもらったと思うんだ。だから愛ちゃんがみんなを思うように、愛ちゃんの周りにいるみんなもそうなのよって伝えられたらとっても嬉しいわ。ねえ、何かいいアイディアあるかしら。それとても素敵ね。早速みんなに相談してみるわ。やっぱり部長さんに相談して正解だったわ。ありがとう。